ママまだかな。ママ。お待たせ。待った。待った。じゃあ撮影しようか。ブレイク。オープニング撮り忘れてたね。え？やっちまったな。うん。でさ、方向性とかさ、何もさ、定まらぬまま始めちゃったんだけど、ムネ君が今後 YouTube でやってみたいことってある？ある。何？おもちゃを作りたい。おもちゃを作りたい？そう、なんかおもちゃ買ってもらってそれで。作りたいっていうか、ただおもちゃを買ってほしいってだけだね。いや、違う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 、ね、ちょっとそれは聞き捨てならないそれでママは感想を言う。感想言う？それあ、でもまあ、メレ君得意なんだよね、うん、一応ね、それを早送りしてもらう。あー、すごい早送りね。はいはいはい。あ、面白いかもね、でもね、形がこう出来上がっていくのね。え、じゃあおもちゃはいつも好きなのはゾイドワイルドだよね。うん。あとレゴも好きでしょ。うん。そうだね。レゴもさ、ほらこの間さ、アウトレット行った時にさ、すごいのあったじゃん。3万ぐらいする。そう、あれは大人用で、多分 YouTuber とかレゴのプロとかの人しか作れないやつ。ほんと。まあ、同性なんだったら、ちっちゃいのやってるよりは大きいのに挑戦するとかっていう方が、うん、まあ、チャレンジものとしてはいいのかもしれない、うん、あとそのさっき言った3万円とかのやつね、うん、あれ1メートルですよ。1メートル？そう、1メートルって胸が115センチだから胸ぐらいだよ。そう、1メートルぐらいの作っちゃう。迷うな。待って、なんか乗せられてる気がする、胸に。うまいこと。ちょっと待ってよ。いや、ちょっと待って、まあ、それは置いといて。なんで置いといて。いやなんと、なんかいるじゃん、みんな YouTube。 じゃあママは何？ママね、胸くんにね、パパがほらウクレレ弾くじゃないね。で、胸くんのパイナップルウクレレっていうのもパパがほらシモさんっていうさ、有名なさ、あの方に作ってもらったじゃん。だからできればマネとパパがウクレレでジョインするっていうのをやってほしいんだよね。それも関係ない。関係なくないよ。だってマネ君ほら今ピアノ習ってるけど、かろうじて今楽譜読める感じで、ね、ヘリコプターがちょっと。ノーこれ。ノーじゃないよ。ノー。え、でも弾けた方が楽しいじゃん。例えばよ、だってムネ君とママはハワイ大好きじゃない、うん、ね、だからムネ君がパイプルプレでパパがプレイ弾いて、ママが踊ったりとかしてコラボをするとかね。なんかそういうのもさ、何これ何太い犬の腕をなんかこう差し出してなんか言いたげだったけど、どういうことだよ。どういうことだよ。けど痩せるかもしんないじゃん、ハワイは。どうやって痩せるの。いや、ちょっと二人で話しててもなんかラチが開かないというかね。何、急に虫がいた、はい、今いいとこだ、見た今いいとこだった。でね、ブリック、ではね、なんかちょっと私たち初心者すぎまして、なんかこれから何をしようか、あのちょっと模索中なので、もしよかったらですね、皆さんのコメント欄に、そう、コメント欄にこんなの面白いよとか、ここ行ってみたらあの気持ちいいよとか、なんかいろんなねところアドバイスしていただけたり、ご提案いただけたらありがたいんですけれども、よろしくお願いします。あと、もしおもちゃを紹介した時は、自分で調べてみて、私たちが言って、足りないところをもし教えてください。どういうことだ。というわけで、これから、初心者ですが、二日ものですが、よろしくお願いします。あれだ、チャンネル登録よろしくね。あと、なんかこういうやつ、そう、グッドボタンを押してね。はい、よろしくお願いします。プッシュプッシュプッシュ